張ってください。応援しています。僕は2016年に、この黒川小学校を卒業しました。で中学校は、そのまますぐそこにある中学聖霊中学校に、入学して、高校になってから、東京に親の元を離れて、水泳に専念することを決めました。まあ、それはなかなか簡単なことではないんですけど、まあ、皆さんもいろんな、夢だったり、やっていること、夢中になることがあると思います。そういう夢中になれることを大切に、自分が納得いくような形で最後までやりきるっていう、勉強もそうですし、スポーツも頑張ってくれたら僕も嬉しいです。諦めず頑張ってる姿が僕たちの中では一番かっこよかったです。僕も柳本幸之介選手のように諦めず勇気を与える選手になりたいです。私は柳本選手のインタビューを聞いて、チームのみんなに感謝していますという言葉が心に残りました。私もチームメイトに感謝して訓練をしていきたいです。みんなに夢を与えてくれてありがとうございました。児童代表松下小春、豊川代表。はい。
めたくなったらどうしたらいいですかっていうのを話してたんですけど、教えてくださいました。諦めないかな。目標、さっきも言った目標。